アニメヴィンランドサガで脚本を担当する伊原健太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。正直読んでなかったんですけれども、はい、お声掛けしていただいてから、はい、読ませていただきました。やっぱりその雪村先生の絵のうまさもあって、すごい空気感というかですね、その雰囲気がなんかすごい漫画以上にこう伝わってくる作品だなというふうに思いました、ね、はい、ありがとうございます。空気感みたいなものは損なわないようにっていうのはかなり気を使って、書いたつもりではありますね。はい、ありがとうございます。まあ、やはりその何ですかね、描写に関してはやっぱりその絵にこの文字だと負けてしまうところはあるので、どちらかというとその行間であったりとか文字のこの何ですかね、と書きのリズム感みたいなのを割と意識したっていうところはありますかね。そうですね、やっぱそのディティールみたいなところもすごいこだわってらっしゃるみたいなところがあって、一回その打ち合わせで面白かったのは、はい、そのみんなこう樽とかでお酒飲んでるけど、はい、酒ワインなのビールなのみたいな、蜂蜜酒なのみたいなところ、はい、実際その絵では多分映んないと思うんですけど、はい、やっぱ描く側としてこれどうなんだろうねっていうところを話になった時に、やっぱ雪村先生から表現いただいて、はい、まあ、当時もそのワイン以外にもビールはあったよっていう話を聞いて、まあ、ただそのビールは今みたいな泡がシュワシュワ立つようなビールではないみたいな、はい、そういう細かいところまで教えていただいて、やっぱりその空気感をこっちがこう肌で掴んでいくみたいな作り方ですよね。まあ、1話単位でいうと、やっぱその各話次の輪につながる引きみたいなところはやっぱり漫画でもあると思うんですけど、そこを強調するのと、漫画だとこうページめくっていくときで意外とこの見開きとかが使えるんですけど、一応まあアニメクローズアップとかあるんですけど、画角は同じなので、その辺をこうこっちでちょっとリズムをつけるみたいなのはやっぱりちょっと意識したところがあります、ね。はい、演出、まあ、自分がするならみたいなところは見据えてやっぱ書くんですけど、あまりそこを主張しすぎてもうまくいかないので、はい、その何ですか、バランスはちょっと難しいですけどね。はい、まあ、やはり瀬古さんであり矢蓋監督でありが、そのまあ大きな最初の地図というか作っていただいたところはあるので、そこでまあいかにまあ細かなところでどうこうなんですかね、世界観を支えていけるかっていうところはちょっとまあ気にした点ではありますね。まあ、少ないながらもちょっとそのアニメならではというかアニメのオリジナルの部分もやっぱりちょっとあるので、はい、そこでやっぱり世界観を損なわないようにっていうのは気をつけたつもりはありますね。はい、僕は5話から参加したんですけれども、はい、その5話の部分からがちょっとオリジナルのところが、まあ、全話丸々ぐらいオリジナルになっているので、はい、そこはやっぱりその今までの間をつなぐ意味合いもあるような話なんですけれども、はい、ちょっとまあキャラクターなりをぶれないようには気をつけて書いたつもりです。やっぱりこう佐賀って名前ついてる通り、大きなまあ何ですかね、その物語というか人間のこう何ですかね、生き様みたいなところを描いている作品なので、はい、やっぱりその重厚な世界観と一緒にその辺を味わってほしいなっていうのが、今日は本当にありがとうございました。はい、